よくさ、はい、あの人はプライド高いからさみたいな、うん、言い方するやん。はい、あれってどう思う？どう思うって、どう思う？めっちゃふわっとした、ふわっとしてるよ、びっくりしました。ふわっとしすぎてんなと思いながら振ってしまった。そ、今のは俺の振り方が悪かった。プライ、あの人プライド高いからさとか、うん、なんかうちの彼氏プライド高いからさみたいな、なんか、うん、うちの旦那プライド高いから、まあよく男の場合に使われるのかな、それはな、うん、プライドがどうのこうのって、うんうん、あれってほんまにプライドなんけって思うことがようあるけどさ、はい、例えばな、これ具体的にあった話なんやけど、聞いた話なんやけどな、うんうんうん、とあるカップルがいて、はい、男の方がはっきり言ってアホやね、うん、アホやね、はい、例えばさ、でその女の人の方は、うん、アホな男が好きやねんな、はい、まあそれはいいやん、人の趣味やから、うんうん、そっか、なんかその自分よりアホな方がいいらしいね、うん、そりゃそういう人もいてええやん、うん、だからそれは損でいいねんけど、それは損でいいねんけどさ、はい、そんで例えば、はい、女性が、はい、男にメールとか LINE とか送ったりするやん、はい、その時に、まあ、例えばそば食べたいっていうのを、そばの字を漢字で、うん、漢字で書いて、書いてっていうか、まあメールで、そば、うん、が食べたい、今日の昼はそば食べたとか、そばが食べたいよとか送ったとしようや、漢字でな、はいはい、そしたらそのアホな男の方が、うん、怒んねん。なんで、なんで怒ったと思う？漢字で書いてあるから。でだから、なんで漢字で書いてたら怒ると思う？自分のが頭いいと思ってんだろう的な。あー、まあ惜しいけど30点やな、その答えは。30点か。なんで怒ったか言うだろうが。はい。なんで読めへん漢字送ってくんねん、読めてへんねん、だからそばって読めへんねん、なんで読めへん、もう送ってくんねんっていうのを言って怒り出したということを聞いたんやけど、でその時その女性が言うには、うん、うちの彼氏プライド高いからさとか言うわけ。なんか違くない？だからでもそういう使われ方するやろ割と、うん、なんかその恥をかかされて、恥をかかされたことに対して怒るとかいうのを、そういう恥をかいた時に怒る人間のことをプライド高いからさみたいな言い方するじゃん、うんうん、いやそれプライドなんけって、そばが読めへんことに怒ることってプライドなんて、お前な。それがプライドって。でもそのアホなやつはアホやけど、うんうん、割と意識高い系の男でもそうやったりするやんか、うん、なんかちょっと恥かかされた、例えばなんか意識高いやつがさ、なんか思い浮かばへんけど、コンプライアンスがどうのこうのとか、エビデンスがどうのこうのとか、アウフヘーベンがどうのこうのとか、そういう用語を使った時に、その用語の使い方がうまい例えが見つからへんけど、そういう用語を間違って使ってる時に、そのアウフヘーベンっていう使い方おかしくないですかとか、そのエビデンスっていう使い方おかしくないですかみたいなこと言われたら、何がおかしいんだよバカ野郎みたいな感じで、うん、怒り出すやついるやん、いるやん、そういうやつって、うん、で、それ怒った時に、あの人プライド高いからさとか言うやん、うん、言うやろ。で、はい、俺はそんなんプライドやと思わへんねんけど、それは見えっぱりって言うと思うんだけど、うん、かもしくはカッコつけって言うと思うんだけど、例えばプライドっつうのは、例えばそば事件のことで言ったら、はい、うん、あ、読めへんこれって思った時に、だ読めへん漢字で送られたらするやん、はい、そしたらごめん俺この漢字読めへんねんけどなんて読むのって言って、うんうん、聞いて、うん、なんでそば、あ、ごめんごめん、そばで女性の方がそばだよって、まあ、素直に教えてくれるわけやん、うん、聞いたらな、あ、うん、これそばって読むのかって言って、うん、一つ賢くなったよありがとうっていう方がプライド高いと思わへん？うん、なあ、絶対そっちの方がプライド高い人間やと思うんだけど俺は、うん、俺は少しでもわからないことを
自分の中から排除して一つでも賢くなって成長していくんだっていう姿勢こそが俺はプライド高い人間のあり方やと思うんやけど、うん、エビデンスの使い方間違ったら、あ、間違ったね、あ、ごめんごめん、これから間違えないようにするよ、君のおかげでもう、ま、これから間違えなくて済むよ、ありがとうって素直にごめんとかありがとうとか言える方がプライド高い人間だと思うんですけど、はい、いかがでしょうか皆さん。以上です。はい。